アンコーナはイタリア共和国中部のアドリア海沿岸にある港湾都市でその周辺地域を含む人口約10万人の基礎自治体。マルケ州の州都であり、アンコーナ県の県都である。古代ギリシア人によって築かれた都市に起源を持ち、中世には海洋共和国として繁栄した。アンコーナの沿岸の形状は肘に似ているため、ギリシャ語でアンコンと呼ばれた。 アンコーナ県外略図アンコーナは、ペイザーザロから南東へ 59km、ペルージャから東北東へ 107km、ペスカーラから北北西へ 140km、首都ローマから北北東へ 208km の距離に位置する。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。アンコーナの市街は、モンテコーネロ岬とモンテアスターニョ岬の2つの突端の丘陵の間に、 一致する。モンテアスターニョはシタデルが占め、モンテクアスコにはサンチリアーコ大聖堂が建つ。大聖堂はアンコーナの聖キリアクスに建造されている。この場所にはかつてウェノス神殿があり、カトゥレスとユうエナリスはこれが守護神の場所とされていたと記述している。アンコーナはおよそ紀元前百九十年頃古代ギリシャ植民都市シラクウザによって建設され、 そのアンコーナという名前を与えられた。これはギリシャ語で肘を意味するガンマカッパオメガニューをわずかに限定して翻訳したものである。町の東にある港が元来北の隆起によってだけ守られていたことを指しており、肘のように曲がっていた。ギリシャ人商人らがここに古代紫染料の工場を作った。ローマ時代アンコーナは曲がったヤシのハワー,アームとして突き固める衣装。 そして反対には、アフロディーテの頭部と自前の効果に留めて、ギリシャ語を使用し続けていた。アンコーナ港古代ローマ植民地となったのはいつかが疑わしい。紀元前178年のイリュリア戦争において海軍基地として占領されていた。ユリウス・カイサルはルビコン川を横断後ただちにアンコーナを所有した。アンコーナ港はローマ帝国時代には、 ダルマチアに近接しているため重要とみなされ、トライアヌス帝は、お抱えのシリア人建築家ダマスクスのアポロドルスと、共に北の不当を建設した。最初に不当が建てられた頃、大理石製の外線門が議会と市民によって115年にトライアヌス帝を称えて建てられた。西ローマ帝国の滅亡後、アンコーナは、連続して、東ゴート族、ロンゴバルド族、そして、 サラ先人ンンによって攻撃された。しかし、その強さと重要性を取り戻した。東ローマ帝国のラベンナ総督領の下で、ペンタポリスの一つとなった。北、イタリアをカロリング朝が征服すると、アンコーナはアンコーナ辺境港の首都となった。千年以後、アンコーナは独立都市状態となり、ついには重要な海洋共和国となった。 そしてしばしば近郊の強力なベネツィア共和国と衝突した。加藤独裁共和国アンコーナは6人の長老らが治めていた。長老は死を分割している3つのテルツィエリ、サン・ピエトロ、ポルト、カポディモンテから選ばれた。アンコーナは自前の効家であるアゴンターのお持ち、スタトゥーティ・デルマーレ、イーデル・ターゼネイルとスタトゥーティ・デラ・ドガナとが知られる放棄を持っていた。 アンコーナは常にラグーザ、東ローマ帝国と同盟関係にあった。1137年と1167年と1174年の3度に渡り、帝国軍を押し戻すほどアンコーナの軍事力は強力であった。アンコーナの船は十字軍に用いられ、その航海者にはアンコーナの聖キリアクスも含まれていた。教皇と皇帝の熾烈な争いの最中、 12世紀以降、イタリアでは問題が頻発した。アンコーナはゲリフ側に着いた。北イタリアの諸都市とは違い、アンコーナはシニョリアとなったことはなかった。たった一つの例外はマラテスタ家による支配を受けたことである。マラテスタ家は1348年に死を掌握した。国史病による人口の減少、火事による大邸宅の破壊のためであった。 マラテスタ家は1383年にアンコーナを追われた。1532年、教皇クレメンス7世紀の下、決定的にアンコーナの自治権が失われた。町は教皇領となったのである。教皇庁の象徴はどっしりとしたシタデルであった。ローマ、アビニョンと共にアンコーナは教皇領で突出した都市であった。1569年以後、ユダヤ人は、 暗号な滞在が許可され、1555年以後、月頭を建設して住むことが許されたのである。クレメンス12世は不頭を延長し、トライアヌステのアーチの本物に劣る模型が据えられた。彼は、港の南端に検疫所も建て、ルイージ・バンビテッリを自身の建築家の長とした。南部埠頭は1880年に建設され、港は高台にある砦から守られた。 1797年からアンコーナはフランスの支配下に入り、しばしば歴史上に重要な要塞として現れ、将軍クリストフレオン・ルイ・ジュジョードラ・モリシエールが1860年9月29日に捕虜となるまで続いた。サンフランチェスコ教会の出入り口バンビテッリの検疫所、ラッツァレット2007年、アンコーナの人口は10万1480人であった。 人口の47.6%が男性で52.24%が女性である。若年層は人口の15.54%、年金生活者は24.06%である。これは全国平均の18.06%と19.94%と比較される。安光な住民の平均年齢は 全国平均の42歳に対して48歳である。2002年から2007年までの5年間、アンコーナ人口は1.48%上昇した。現在のアンコーナの出生率は、住民1000人に対し8.14人で、イタリアの全国平均は9.45人である。2006年時点、人口の92.77%が、イタリア人であった。 最大の移民グループはヨーロッパ諸国出身者が3.14%である。続いて南アメリカ大陸出身者が0.93%、東アジアが0.83%、ついできたアメリカ大陸出身者が0.80%である。現在アンコーナで生まれる新生児の6人中1人は少なくとも外国人の両親から生まれている。 アンコーラの聖キリアクスに捧げられた美しい大聖堂は1128年に聖火され1189年に完成した。一部の作家はそれ以前にあった原型の教会はラテン十字型をしており8世紀から存在した説を支持する。初期の修繕は1234年に仕上げられた。灰色の石の用いられた優れたロマネスク建築で ギリシャ十字型となっており、1270年にはマルガリ島ネダレッツォによってわずかに中央に改造された十二角形のドームを持つ。ファサードはゴシック様式で1228年にジョルジョダコモの手による。彼はファサード両側に側面アーチを持つ計画であった。内部には両交差廊下に一つの納骨堂がある。これは 原型の教会の特徴をよく残している。10本の石柱はウェノス神殿のものとされ、12世紀の良質な大人仕切りや彫刻がある。教会は1980年代に最新の注意を払って修繕された。1986年、アンコーナ大司教座は王子も司教座と統合し、アンコーナ王子も大司教座となった。サンフランチェスコ教会3 アゴスティーノ教会、ベニンカーサ帝、セナート帝、ロッジアデーメルカンチといった高コシック建築の修練が見られる。すべてジョルジョウルシーニによるものである。サンタマリアデッラ・ミゼリコレディア教会の入り口は初期ルネサンス様式の華麗な例である。考古学博物館には、この地区の興味深いローマ以前の墓から出土した副葬品、二つのローマ時代の信頼が含まれる。 アドリア海横断フェリーの主要港であるアンコーナ港フランチェスコ・ポディスティ美術館はボスガーリテ内にある。この邸宅は1558年から1561年にかけペッレグリーノ・ティバルリによって再建された。地元出身の画家フランチェスコ・ポディスティとカメリーノ出身のカルロ・ダ・カメリーノ・アルカンジェロ・ディコーラの作品が含まれる。アンドレア・リッリの会話もある。 ポルトノーボワンアンコーナ港には、以下の都市との間を往復するフェリーの定期便がある。最寄りの空港は、アンコーナファルコナーラ空港となる。高速道路アウトストラーダへ14が通っている。以下の国々がアンコーナに、領事館を開設している。アンコーナは、過去10回、ジロでイタリアの会場の一つとなった。ありがとうございます。